断章エレット従軍取材開始。第三義勇軍中隊第七小隊ね。ウェルキン・ギュンター少尉にアリシア・メルキオット軍曹。あの隊長、ああ見えて英雄ギュンター将軍の息子なのよね。そしてメルキオット軍曹は隊長と同じブルールの町出身。これはなんだか面白そうな関係ね。ギュンター少尉との関係を聞き出さなきゃ。それからラルゴ・ポッテル軍曹にブリジット・シュターク伍長。そういえばシュターク伍長はニックネームで呼ばれてたっけ。通称ロージーと。この二人は隊長に不信感を抱いてる感じね。そこのところ突っ込んでみなきゃ。それと戦車操縦士のイサラ・ギュンター伍長。ああ隊長さんの妹なのね。彼女はダルクス人だったようだけど、二人は義理の兄弟なのかしら。なかなか個性的なメンバーが揃っていること。この正体は他の義勇軍とは何かが違う。私の分野の勘がそう言ってるのよね。よっよし、スクープのためには行動あるのみ。いざ取材スタート。お、あそこにいるのはポッテル軍曹にシュターク伍長ね。はーい、お二人さん、ちょっと取材させてもらっていいかしら。取材だ？俺たちの話なんか聞いてどうするんだよ。いいじゃないか、ラルゴ。あたいを取材するなんていい心がけだよ。じゃあまずはポッテル軍曹から。あなた一次大戦から従軍しているんですって。ああそうだ。あんな大学でのひよっこ隊長とは年季が違うぜ。どうして軍隊に残ったの？みんな軍隊は嫌がるものなのに。いいだろう、別に残ったって。エレノアだって一次大戦から残ってるんだし。エレノア？エレノアって誰だったっけ？エレノア・バーロット、義勇軍中隊の中隊長ね。あなた中隊長とは長い付き合いみたいね。そこのところ詳しく聞かせてもらおうかしら。うるせえ、何も話すことなんかねえよ。俺は忙しいんだ、もう行くぜ。おいラルゴ、ちょっと待てよ。いいからいいから。今度はロージー、あなたに話を聞くわ。ロージー、バラの花ってことかしら。いい名前ね。あたい昔は酒場で歌手をやっててさ、その時の名前がロージーってんだよ。あたいのバラード聴きたさに隣町からもお客がやってくるぐらいだったんだぜ。なるほど。そんなバラのように美しくてバラードを歌いこなす繊細なあなたが、どうしてギュンター隊長たちに対してはあそこまで露骨に険悪な感情をむき出しにするの？あたいはダルクス人となんか一緒に戦えねえんだよ。ということは何かダルクス人との因縁でもあったとか。どう？さあね、ダルクス人のことなんか
口に出したくもないよ。なんだか胸くそ悪くなっちまった。あたいは行くぜ。あの手のタイプは感情的にさせればかえって本音をポロポロこぼし始めるのよね。バーロット中隊長と親密な古参兵とダルクス嫌いの歌手か。なかなか目が離せない二人ね。逆に私がちょっとびっくりしたわよ。空をずっと見てたみたいだけど何かあるの？空を飛びたいんです。いえ、正確に言えば兄を飛ばせてあげたいんです。空を飛ぶの？どういう意味？あなたってもしかして見かけによらず意外とロマンチストなのかしら。私は自分は合理的な人間だと思っています。合理的すぎるかもしれませんが。ところであなたはお兄さんとは血のつながらない兄弟なのよね。ねえ、お兄さんってどういう人なの？教えてくれない？兄さんは客観的に言ってちょっと変わった人です。まああなたも少し変わったところがあるみたいだけどね。けれどもとても優しい人です。ダルクス人の私がいじめられた時はいつも私をかばって守ってくれました。あなたにとっては大好きなお兄さんってわけなのね。大好きというか尊敬しているんです。なるほど、いいお兄さんがいて幸せね。はい、だから兄さんを飛ばせてあげたいんです。そこがやっぱりよくわからないんだけど。まあいいわ。どうもありがとう。よし、次はいよいよギュンター隊長の番ね。はい、エレットです。今日も取材に来ました。やあ、エレットさん、取材ご苦労様。取材ならこの前したばっかりじゃないですか。アリシアさん、今日はあなたも取材させてもらおうと思ってるの。本当ですか？私が記事になっちゃうの？まあ記事になるとは限らないけどね。それじゃあ早速質問だけど、
ギュンター隊長とはブルールからずっと一緒なんだよね。隊長ってどんな人？なんだ、質問って私のことじゃないんだ。私はウェルキンとはまだ会ってそんなに経ってないんだけど、とっても面白い人かな。一緒にいて飽きないっていうか。なるほどなるほど。上官ではなく一人の男性として見たらどう？そんな目で見たことないし、わかりません。そう、ギュンター隊長、そこのところどうかしら。あれ、ギュンター隊長、どこ？ああ、ごめんごめん、ちょっと変わった虫がいたもんだから。ほらね、とっても面白くて飽きないでしょ。ではギュンター隊長、今度はあなたに質問させてもらうわね。ズバリ、一次大戦の英雄の息子として今回の戦争をどう思っているのかしら。そうだね、とにかく早く終わってほしいと思ってる。僕は人から見たら英雄の息子かもしれないけど、考えていることはみんなと同じだよ。だとしたらあなたはなぜ何のために戦っているの？この世界はいろんなものを受け継ぐことで成り立っていると僕は思う。自分の命はもちろん、自分の家やふるさと、足し算のやり方だって誰かから受け継いだものだ。いいものばかりじゃない、悪いものだってある。昔からのダルクス人への迫害もその一つだね。時代に合わせながら生き物はみんないろんなものを未来に受け継ごうと生きている。僕も僕の大事なものを受け継いでいきたい。そのために僕は戦っている。ありがとう。取材はこれでおしまいよ。じゃ、僕はこれで。さっき見かけた虫がどうも気になってさ。あなたの言う通りね、面白くて見ていて飽きない人だわ。一通り取材が終わったら次の舞台へと行くつもりだったけど、もうしばらく取材を続けさせてもらうわ。よろ。ええ、こちらこそ。でも危険だから戦闘地域にはあまり入らないようにね。それは約束できないわ。スクープのためには行動あるのみ。それが私のスタイルだからね。それでは本作戦を説明する。you
では本作戦を開始する。この戦いの勝敗は諸君らの双剣にかかっています。ガリア領に進撃してきた帝国軍を叩くぞ。第七小隊出撃する。よし行くぞ。忙しいね。
出撃する。やっぱり自然はいいね。敵の迎撃に注意してく。行動を開始する。開始する。野菜万歳。当てる。わかった。私の出番ね。敵との間合いに注意せよ。作戦終了。敵拠点を抑えたぞ。
やあ、また会ったね。残念ながら。ではまた会おう。私は大概ここに来ているから。はい、私の新聞を読みに来たのね。感心感心。さて、今日も未来の私にご投資いただけるのかしら。また私の新聞を読みに来てちょうだい。来たよ。へこたれるな、曲げるな、頑張れ。また来いよ、俺はいつでも待っている。ベルギーの兄貴、よく来てくれたっす。おいら嬉しいっす。兄貴、また来てくださいよ。それでは作戦を開始する。諸君らの幸運を祈っています。ガリア領に進撃してきた帝国軍を叩くぞ。第七小隊、出撃する。私の出番ね。
見したよ。開始する。行動を開始する。よし。なんて腕前だ。俺の出番だな。発見したぜ。忙しいね。
する。やっぱりそれはいいね。全部任せな。石の地面は落ち着かねえな。いって、よっしゃ、いいね、大ピンチってやつだ。あたいは止められないよ。
しっかりしなさい。頑張れ、頑張るんだ。俺の出番だな。全部任せな。人気者は忙しいね。テリトリーだ。当てる。
の出番だな。開始する。地面は落ち着かねえな。敵の位置に行く。行動を開始する。